はい、それではバフサイター G やっていきたいと思います。ルーンはこれです。もうケリアみたいなヒール使うやん。人爆されたレベルアップ後、いといといと、レベルアップあれだけどね。イグナイト使ったな。でもこのゲーム初めて。どうした今の。怖い、恐怖が勝つけど今の何。話聞こうか、あいつの。レックスくん、これレックスくんだったか。ジンのスノーボール性能かなり高いと思うけどな。ジンのスノーボール性能高そう。早すぎた W。 なんか彗星よりでもさすがに俺ファーストストライクな気がするな。ファーストストライクのためやすさも結構異常だからな。ちょっと彗星弱いか。彗星ってスケールされても意味ないんだよな、あんまり。別に AP スケールとかだけでいいわ。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。彗星って序盤のレーニングを強くするためのルーンなのに、なんかそこバフされてもなーって気がしますな。私たちは、私には芸術に飲み込まれるべきだ。いいね、答え。
戦、水平、マルファイトのイメージ。まあ、AP キャラ全般、AP サポート全般と、まあ、ミッドもちょいちょい持つし、あとマルファイトぐらいだね。それは私の手がつくんだ。こんなでも。なんか疲れましても。味方チームはリフトヘラルドを倒しました。移動中です。移動中です。ダークスター敵を倒しました。味方チームはドラゴンを突入しました。敵を倒しました。トップレーンのタワーが攻撃されています。完璧。最初のタワーが破壊されました。いいやん。バイエーやん。トップレーンのタワーが攻撃されています。やべ、なんでしかもお前スタック溜まっとんねん。なんで93ダメやねんお前。なんで93ダメやねん今の。最悪や。ちょ、これアイリーどうしようかな。 HP 減んねんな。フラッシュですか。なんか AA のモーション変じゃない。あ、出たわ。マグネティックブラスターからにするか。HP 変のやだな。どうしたんやお前ら。なんか嫌なことでもあったんかほんま。嫌なことでもあったんかお前ら。いや10だから別に序盤積むのは別にいいと思うよ。10減るぐらい、まあ、10か分からんけど40ぐらいか。時間帯によるけど、レベルスケールでしょ、どうせこれ。で、序盤2のは別にそんな悪くないと思う。ただでも、後半100減るってのかな、ちょっとねユウは何しに。貴
ユウは何しにや。ユウは何しに。ユウは何しに多くない。みんな出てるあれ。あの番組出てるか。ユウネコさん、相手ストレス溜まりすぎやろ。やろ。いやでもね、マジでパイクダメしてる。パイクじゃねえや。ジン。ジンのダメージすごいぞ。このレベルになってきたらもうかなり出るな。いやでも積むか。HP100 減らすか。お前待ってこれ待ってこれ何逃げとんねん。敵のタワーを破壊しました。え？ユネコさん、ありえない。消えて笑った。え？消えた。え？おや？おや？味方が倒されました。それは私の手が。シャットダウン。もう消えた。ユウネコさん、なんかいた。なんかいたかも一瞬。アムグ、今のはやばい。なんかいた気がしたよね。湧いてまさか愛に積んでないわ。陣の使い方さえでもわかるように教えて。陣の使い方、殴ったら死ぬよ。一番大事なのは結局この味方の CC に合わせて、まあ、CC 打つことやね。 W 打つことやね。ごめん全部取っちゃう。おっす。打っていいよ。この場合絶対 CS も取ってくるよな。ええけど待ってやばい待ってやばい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 。見てなかった。甘画面もろすぎる。もろすぎるこのチャンピオン。俺も出てた。ユウは何しに。ユウは何しに出てた。出てたか俺も。7900円。7900円しか持ってない。私は芸術家。味方が倒されました。お前バイさん倒してみろよ。うちの、あやばい。あいつはちょっとガチかもしれん。俺が来たよん。ボーンボーンボーン来たにょーん。無理かも。取られてくさあ。死んだ。死んじゃった。アバフ来んなよここまで。アバフ。おお危な。
だ俺の4発目がダメージ出すぎたな。移動中です。ダークスター敵を倒しました。完全タワーが破壊されました。味方チームがドラゴンを倒しました。危険。これ見て、全部真っ赤。スマイトより余裕で出る。多分2000は出るぞ、これバロンに。はい、このね、CC チェインが大事なんですよ。ジンはもうこれさえできればバス乗れます。これマジで大事、ジンの一番大事だと。あと、連戦で大事なのが、あのミニオンに削ります。で、こう、トントントンで4発目を相手に入れ。当てれたら最高やね。長ないこの試合。でボーン。味方が倒されました。敵を倒しました。敵のタワーを破壊しました。トップレーンのタワーが破壊されました。え？消える？敵がいなくなる？ユネコさん、これを陸人と言わずして何回言うのか。敵が消える？敵のタワーを破壊しました。ああ、ああ、わわわわ。ビクトリー。いや、しかもジンクスも結構やばかったけどな。わわわわわわ。常に微笑みを。ジンキュン、ジンキュン、ちょっとあんた育った時のパワーがやべえよ。ユネコさん、人体消失マジックすぎる。いや、ジンでみんな人体消失マジック、ジンだけにねっつってね、やってみませんかっていうことでね。はい、まあ連戦も割とね、ちょっと今回敵の事故がありましたけど、なかなか、あ、ヨネさんがあれですね、ゼロダネにチャレンジ成功ということで、おめでとうございます。じゃあ、まず、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。